また弾きやがったもう。なんて爽やかな声なんだろう。あれ聞いてるとますます朝寝ができちゃう。おかしなやつだなお前も。もういい加減にしてくれよ。あれ、ネコ、こんな早くどこ行くの？カブトムシ。え？もう出てる？うん。ほんと。しかし親子だね。血は争えないよ。血はつながってないんだよね。ねるちゃん。あ、ケンちゃん。行こう。うん。でもよかった。いい友達ができて。うまくひっくり返んないな。ねえ、まだ？くれちゃうよ。うん。そこに、置いといたら？もう持ってきてあるよ。あ、ほんと。早くしてよ。何ごちゃ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 言ってんだよ、お前ら。さっぱらから。弁当がまだできねえの。しょうがねえな。おい、早く作ってやれよ。今やってるでしょ。何作ってんの？オムレツ。これが？卵をごちゃ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 混ぜてるだけじゃねえかよ。いで、こんなの持っていけないよ。なかなかひっくり返らないんだよ、オラ。いつまで経ってもこれなんだから、もう。じゃあさ、ご飯持ってって、ほら、梅干し入れて。冗談じゃねえよ。お弁当代。またそいちゃったじゃねえか。胃が浅いに負けんだぞ。ケッチ、なんだこれ。ああ、飯だ。面倒見切れねえよ、もう。まったく。お身をつけはない。え、ない？どうして？ごめん、オムレツ作るのに時間かかっちゃってさ。朝飯にお身をつけがないって、お前それでも日本人か。まあ、兄貴、お身をつけはさ、警察に悪いっていう話だから。だって歌にも言うじゃねえか、忘れちゃならねえお袋の味。母ちゃん、あいよ。あれ、今確かに母ちゃんって聞こえたんだけど、空耳かな。こなみのやつ、またなんかやらかしてるね。こんなにご飯が食べられるわけないんだもの。美味しいだろうね。お袋の味ね。そうよ、情がなくなりゃこの世は闇よ。
そわけで家出に返せったら家出人の子供が。いや返してほしかった。取ってみろよ。返してやれよ。てるちゃん、お前の番も家出したんだよな。何あるか。ほらほらやっちまえ。ほらほらかかってこいよ。負けるんじゃねえぞ。回っていくぞ。おい直くないだと。どこがどこが分かってないからそういうことやんねん。もうどっかって全体的にですよ、ね、ここの子供たちも聞いてみてよ。例えばほら東大でのお父さん、教育熱心なママ、勉強好きな子供、これじゃ面白くもなんともないでしょ。どっか面白いのよ。やっぱりさ、ダメ親父とか人妻が浮気してね駆け落ちするとか、それを言ったらいいか。締め切りが遅れるだけだが、そう思え。しかし先生のことになってもすぐこうだからな。分かってんなら二度と口にするな、バケル。はい、分かりました分かりました。だけどね、要するに僕はですね、そういうなんか現代風俗をビシビシ入れてくんなきゃ困るってこう言いたいんだよね。無理よ、世の中義理人情しかないっていう古い男が書いてんだから。何？そう、だからお嬢さん、あんた一人が頼りなのよ。調子のいいこと言って。いやいや、本当にそう。俺も今度の日曜日ダービーなんだけどさ、連れてってくれんの？もちろんじゃない。あれ、これ金石2枚。今度の日曜日はダメなの。締め切りの前の日でね、大石子が死なの。じゃあ行こうかな。本当に？か、感激。仕事あの2人で大丈夫だね。いい加減にしろ、このバカ野郎。ああ、ああ、またお弁当で失敗しちゃったのかい。なんかやってるとは思ってたけどね、お母ちゃんまた2キロも太っちゃったんだよ。羨ましい病気だよ。一生懸命やってんだけどさ、ちょっとも重くならないんだよね。誰に似たんだろうね。決まってんじゃない、お母ちゃんだよ。どうしてさ。だって私のお弁当のほなおかずいつも塩鮭ばっかりだったじゃない。よく言うね。お母ちゃん三品も吉野もいつも作ってやってたじゃないかさ。塩鮭はお前が入れてほしいって言うから入れてたんだよ。あ、そうそう、塩鮭あれ簡単でいいよ。それにさ、こういうもの煮たのかなんかちょっと入れてやる、それでいいんだよ。うちの子はそんなの食べないのよ。ダメだよ、贅沢させちゃ。何でもかんでもハイハイって食べさせなきゃ。私たちみたいにね。そうだよ、そのおかげでさ、お前もあずもさ、そうやって健康でいられるんじゃないか。お母ちゃんも太ってられるしさ。泥棒泥棒だ。待て、談話のトラちゃんの声だよ。泥棒だ。お母ちゃん、私、一丁行ってくる。ちょ、ねえ、お弁当の話はどうすんだよ。あ、お母ちゃん、これもったんでから。いや、そりゃ売り物じゃないか。だから困ったね。まあ、お三丼よりチャンバラのが好きなんだから。お前どうすんだよ、進学。え、やめろよ、せっかくサボったのに勉強の話なんて。それもそうだな。お待ちどうさま。お、まぶいじゃん。ねえ、ディスコ行かない？え、あなたと好みじゃないな。じゃあ俺ならいいわよ。傷つく。よあ、しんちゃん。よし、出すか。うん、あんまりダサいの連れてくんだよな。まあ、トンコ一人でいいや。サテンで探すからよ、来いよ。じゃあね。傷つく。そういえば今度は山行こうぜ。おい、よし行こうぜ。今じゃさ、ダメだからさ、今行こうぜ。よし、僕もんだ。もう行きたくない。おばあちゃんについてきてもらえば。年寄りだし心配かけたくないもん。ただいま。あれ、嫌に早いな。おい、サボりだね、あれは。うん、何、親がほっぽっとくからどんどん悪くなるよ。ただいま。あれ、母ちゃんももう終わったの？うん、列車の高い順に帰りが早いってのはどういうこと？兄貴、ん、少し行ってやった方がいいんじゃねえの？俺が？そう、先生のいない時は親代わりなんだしさ。今いろいろあるんだってよ、校内暴力とかさ、中学生売春とかね。おい、ドキッとするようなこと言うなよ。
今時のガキはね、平気でドキッとするようなことをやっているのよ。本当か？ああ、言って聞いてきてごらん。あんたも少しはナウくなるから。受け直せなさいよ。ねえ、お蝶姉さん、ドキッとしたことあるのいつ？あのねえ、はっちゃーん、いや、そういうわけじゃない、ごめんごめん、エッチ、いや、そういうわけじゃないって言ってんだろ。あのな、リスケさんも好きだね。変なこと言うなよ、お前。なんかよ、うん、よ、ちょっと君たちとコミュニケートしようと思ってな。うん、お父さんに何か言われてんの？いや、そうじゃないよ。ただ、直くなる。お前今暇か？うん。よし、お前の部屋行こう。いいよ。ところで、どうだ？どうって？うん？学校ちゃんと行ってるかって言うんだよ。行ってきたじゃない。嘘つけ。エスケープだろ。わかる。わかるさ。おじさんもな、お前ぐらいの年頃はそうだった。ナンパしてみたり、いろんなことしたい年頃だよ。心配しなくていいよ。俺もアツコもあんましモテるタイプじゃなさそうだから。モテるタイプじゃねえか。おじさんと同じ。何？早落とさないで。おお、悪い悪い。なんでこんなものがあるんだ。お前タバコ吸うのか？バンドリスケ！警察の人！フルネームで、警察の人？うん。ほれ見ろ、タバコなんか吸ってるからお前にほどり来たんだよ。嘘に決まってんだろ。嘘なのか？本当だよ。兄貴、兄貴、警察の人、ほら見ろ。やばい。兄貴、兄貴、こちらの方。え？あ、どう、あの、ご主人ですか？え、いや、あの、うちのお坊ちゃんが何か。は？は？おてんば娘に用があんだって。あの子が何かしたんですか？いや、あの、何かってね、いや、大したもんですな。大したもんって何が？いや、本官もびっくりいたしました。ですから何がですか？いや、何がってね、あの、驚かないでくださいよ。ああ、心臓がドキドキしてきた。じらさないでくださいよ。あの、いいですか？はい。実はですね、買い物行ってきたよ。あら、さっきのお巡りさんじゃない？いや、先ほどありがとうございました。早く話してください。いや、こちらのお嬢さんの強いのなんのって。さすがコナミちゃん。少しは役に立たなきゃね。早速ですね、警視総監賞の手続きをいたしますから。やだ、恥ずかしい。いや、とにかく今後ともどうぞよろしくお願いします。あ、そうです。いや、どうも失礼しました。どうも、ご苦労様です。ごめんください。よし、さよなら。テレフォンが剣道？うん。でもこの前嫌だって言ってたじゃないか。あれはお姉ちゃんがすごいたんだろ。今度はちゃんと教えて。でもどうして？どうしてでも早く強くなりたいんだ。強くね。男の子は強くなくちゃいけないか。よし、決めた。じゃあさ、稽古はきついよ。いいね。うん。あのバカ、また始めやがって。おい、行きよ。せっかくの日曜日だってね、もう少し寝かせろよ。おい、行きよ。今日はね、そんなこと言ってられねえんだよ。さあ、締め切り。しかし、あの声聞いてみろよ。あれ、バラバラだから
っと困っちゃうね。日曜ぐらいみんなの好きにさせてやれや。お三丼にはね、日曜も祭日もないんですよ。お三丼っていうのはね、いろんなことできる人のことをお三丼って言うんだよ。何も作ったことないくせにお三丼ずらするな。ちょっと、ん、食事は感謝して食べるものよ。誰に？決まってるでしょ、私によ。どうして？納豆、生卵に焼き海苔、お前が作ったものあんのか？あるわよ。どこに？この卵を産んだとでもいいのか。鶏の方がよっぽどマシだ。バカにして。ちょっと、ん、納豆をよく見てよ。ほら、そこにネギがあるでしょ。そのネギ、私が切ったのよ。それは失礼しました。このネギ、お前さんが作ったの。兄貴、いつまで食ってるんだ。仕事に帰らなくちゃ。あ、コナミちゃん、絵はがき。え、私に？先生、俺には来てません。元気でやってますか？おかげで今度の旅は快適です。蝶々の他に珍しいトンボもたくさん取りました。いい気なもんだね。俺たちに働かしといてさ。言葉に気をつけろ。バカにした。うちのこと、子供たちのこと、よろしく頼みます。上の二人はリスケに任せておけばいいけど、ヘルト氏はまだ小さいから、あなたにしっかり頼みましたよ。では。頼みます頼みますばっかりで、これでも親なの？お前、気をつけろ。お姉ちゃん行こう。あ、ちょっと待って、これ片付けてから。おい、あ、まだ。どこ行くんだよ。稽古。え？なんだい、お前本当に剣道習う気あんのか？うん、今日中に初段になるんだ。なに？お待ちだ。なんだありゃ、うまねえな、あいつら。さっぱらから。上の二人はアリスケに任せておけばよい。行こう。やろ。あの子が来てくれば俺自信になったな。お茶さん、ちょっと早すぎた？遅すぎた。え？あれ？車は？え、今日持ってこなかったこと？うん、じゃあタクシー拾ってよ。え？あの競馬場混むしさ、電車の方がいい。タクシーのが早いの。そうかな。だってタクシーさ、混んでタクシーの運転手が嫌がるしさ、お嬢さん。おいしそう。ゆうべろくなもん食べないで寝ちゃったからさ、もうお腹すいて、お腹すいて。あ、そう。じゃあ熱いうちに、どっと。いただきます。どうぞ。佐久田さんさ、もうちょっと来るの遅かったら、私食事に出てたとこ。あ、そう、うん、間に合ってよかった。うん、どうぞ、お嬢さん、この店よく来るの？うん、いい店でしょ。本当よね、なんかこう、うん、なかなかムーバーですね。ちょっと高いけどね。え？あ、そう、うん、まあ、どうってことね。でもあれですね、夜だったらもっとよかったですね。うん、いいわよ、夜のつもりで一杯やってても。いやいや、もう僕はコーヒーありますからね。じゃあ急いで食べるから。いやいや、ゆっくり食べて、ね、どうぞ。しかしなんだな、やっとなんかね、お嬢さん二人きりになれたって感じですね。どうぞどうぞ、そのまま食べ続けて。勝手に喋ってますから。じゃあ BGM のつもりで聞いてっから。BG？ バックグラウンドミュージック。あは、ミュージック。あ、そうかそうかそうか。どうぞどうぞ。しかしなんかこう、まるでね、こう夢見ちゃってるみたいでね、こうなりたいと、もうずっと願い続けてきたんですよ。ついに今日、とうとう二人っきりでね、これもきっとね、もう化け物にでっかいのね、どでかいの取れるような気がしますよ、僕は。あの、美人かね、一時か知らないけど、なんか張り合いないんですけどね。すいません、ボンさん、あとデザートメロンね、それからコーヒーアメリカンでお願いします。え？リーコが行く白黒ロード、いろはにほの字は惚れたのほの巻、大国鶴を。退屈。またお勤めでもしてみようかな。なんだか眠くなっちゃって。チャランポラン。お部屋に帰ってお昼寝でもしよう。すーすーすー。あ、もしもし、お嬢さん、ぬいぐるみのお人形忘れましたよ。ギュル。これぬいぐるみじゃないの。正体不明の生き物なの。どう？こんなの見て気絶するなんて、あなた漫画読んだことないんじゃない？
三流大学から二流会社への道をガリ勉で歩みましたもので。真面目なのね。実は私も道は違うけど、ただいまガリ勉中なんだ。おー、目指すは東大一つ橋、それとも防衛大、色の道、色の道大学、はて、そんな大学あったかな。あ、それと美術大学かなんか、うん、ちゃうわよ、大学じゃなく小学、うん、うん、っていうこの色、順序っていうのか気が弱いっていうのか、はたまただらしがないというのか。でも女ってこういうタイプに弱いのよね。母性本能をよくすぐるタイプ。そうなの、かわゆい顔もしてるし、かばってあげたくなっちゃう。あ、あと胸、おうちどこ、そこの壊れそうです。なんだ、僕ちゃんと同じアパートやんけ。なんてお名前。窓際をその名前じゃけけ目立たないはずだ。うんと、その若さでも、うん、ますますかわいそう。お部屋だって何にもないじゃない。はい、幼少の身ぎりによりつつましい家庭で育ちましたもので、その習慣が身についておるのであります。でも何にも欲しいものないの。ねえ、二流会社の月給取りになれただけでもう、もうだって、男なら会社での出世コースとかお金とか恋人とか、とてもマジ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 、ほろりほの字は惚れたのほう、惚れたのほの字はいろはのほう、惚れた晴れたさらりと脱いであげちゃう無欲のところ、なんとも爽やか。これこそ求める色の道かも。でででで、ぽー、遠慮はいらないのよ、水盤で禁断の好み。でもこんなことする前にせめてあなたのお名前くらいは。真面目なんだから、本当に。さくらりーこよ。さくら、はて、どっかで聞いた。トラさんの妹でないとすれば、もしやついこの間週刊誌に記事が出ていた、そうよ、おじいちゃまが死んじゃって遺産が全部転がり込んできちゃった、さくらコンツェルンの孫娘。ひー、くる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 、パローマ、船団は双葉よりかんばしくなし、窓際族はスタートからゴールまで、窓際族、チラプラン。日曜日だってのに、まったく、これじゃ嫁探しもできやしね、競馬行ってるやつもいるっていうのにな。俺の青春って一体何なんだ。うるせえ、お前は喋らなきゃ仕事ができねえのか。はーい。あ、お嬢姉さん。お嬢さん、これじゃ約束が違うじゃないですか。どう、まあまあだね、少子は。お嬢さん、これはないよ、それはないよ、ね、締め切りに遅れたら困るのはあなたでしょ。だってさ、仕事は二人で大丈夫だからって、そういうこと。誰もそんなことは言ってやしねえよ。競馬ってのはね、一人でやるもんだ。孤独の賭けって言葉があるじゃねえか。さすが兄貴、学がある、うん、ねえ、ジュレスさ、私245枚買っといて。え、俺はな、183枚。いいか、来月の金は。ああ、じゃあね、じゃあね、咲ちゃん、俺はね、兄貴が18ならね、1級だから19。何を言ってんだよ、競馬に9枠なんかあるわけないじゃないか。飲み行為はやめてください。あれ、おい、サブ、何やってんだお前、こんなところで。今日休みだよ。ああ、すいません、昨日の残りのネタで握りの稽古させてもらってます。へえ、関心だねおめえ。何ガタガタやってんだよ。おい、ちょっと見てみろよ、嬉しいじゃねえかお前、握りの稽古だって物になるよこいつは。こんなに握っちゃったのかい。構えしねえよお前、どうせ残りのもんだからな。ああ、どんどん握れ、どんどん握れ。だって俺、イカだってエビだってまだこんなに、あんた明日のランチサービスに十分使えるじゃないかね。ケチなこと言うなよおめえ。サブが一人前になってくれよお前、こんなもんちっとも欲しかねえんだからな。頑張れよ。もう一塗りするか。もう寝飽きたよ。そんなこと言わねえんだよ。さ、寝なきゃ勝手に寝りゃいいだろ。寝たきゃって俺、寝るの意味が違うんだよ。わかんねえだなおめえ。わかってるよ、わかってたって、あんたどうせダメじゃないか。え、何が。あら、まあ、ずいぶんピンピンしたエビだね、ほら、こら。てえなおめえ、もうサブが一生懸命握ってんだからよ、そばで当てこせる言うみたいなこと言うなおめえ。あんたも鈍いね。私はサブちゃんに言ってるんじゃないんだよ、あんたに当てこすってんだよ。俺に。そうだよ。ちょっと何かよおめえ、エビみてえにピンとしてねえってのかおめえ。そうだよ、本当に稽古党が頭までボケちゃったのかい。なんだとこの野郎、もういっぺん言ってみやがる。この野郎、何度でも言ってやるよ。ああ、何べんでも言ってやるから、化け猫は。何だって。すいません、すいません、唾が得意です。ああ、そうだな、
邪魔なんだよ、こじゃん。この剣闘士な。なあ、あ、サブちゃん。お、どうしたんだ、お前。ビスケ、あんたのおごり？もう、珍しいこともあんのね。誰の？おい、誰の注文だ、これ。俺の差し入れ。本当？ああ、気前のいいこと。兄貴とはまるで違うわ。じゃあ、早速ごちそうになるよ。いただきます。あっと、そのウニは食べない方がいいわよ。え、そう？いや、そんなことないですよ。ネタは最高だから、私が食べるの。私は俺の方が食べるの。俺のウニ、もうないの？ウニ、これっきりなんですよね。最高。おい、サブ、何お前今日ガガガしてんだよ。あ、他の人たちは？他の人？ああ、子供たちだったらね、遊びに行っちゃった。子供じゃない、もう一人の人は。お前まさか、あのおてんば娘のためにこれ持ってきたんじゃねえだろうな。違うよ、兄さんたち仕事してるって言うよ。し、それならいいけどな、あんなチャンバラやってる娘にこんな美味しいもの食わせることねえからな。あはっ、くるくる、残すな、残すな。お茶が怖い。あ、お前、お茶が怖い。台所行け、あんまり。待って、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 やっぱ巻きかねえなんだ俺。さあ、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 今度はさあ。おめーんって元気よくいいんだよ。はい。めーん。めーん。そう。めーん。もっと振りかけて。めーん。違う違う。めーん。そうそうそう。めーん。はい、そう。めーん。わり。二つ見しようか。もっとやる。ダメだよ。いっぺんにやったら体壊しちゃうよ。押すとまでに初段になるんだ。そりゃ無理だよ、いくらなんでも。いたすみしょ、ね、じゃあ、ちょっ、やったぜ。なんだよ、卑怯だよ。それに足はないっつったろ。お兄ちゃんだってこれで泥棒捕まえたんじゃない。 それとこれは別だよ。そうか、これでやらないんだ。何が？なんでもない。しても散らかってるわ。これでも女の子の部屋かね、あんたも。あれ？大好きな大好きな K さん、あの時以来あなたのことが忘れられません。ラブレッター、あら、こっちにもあるよ。大好きな B さん、二人も？あら、あるの。忘れられない王さん、あの子問題よ、これは。はいはい、はい、大国工房。はい、え、坊ちゃんが？はいはい、わかりました、すぐに。どうしたの？兄貴、兄貴、あ、兄貴、兄貴。どうしたんだよ。あの坊ちゃんが学校で。学校？いや、あの方じゃねえ、すぐ来てくれってさ。そうか、とうとう捕まりやがったか。なんで？これだよ、これ、タバコ、タバコ。しょうがない、ちょっと行ってくれ。タバコ。ねえ、見て、あれ、伊助さんは？何をやらかしたんだか。今学校から呼び出しがあってさ。じゃあこれよ、これ、ちょっと見てよ。何？不純異性交友。え？女の子のことはリスケさんじゃ分かんないわよ。私が言ってくるよ。二人とも何か勘違いしてんじゃねえのかな。忠彦君。はい。
いえ、これは真面目な生徒ですよ。いや、しかしあのタバコを吸うとか学ランとかまあそういう年頃ですからね、多少の突っ張りは。あ、心配いりません。今だってちゃんと授業に出てます。そうですか。いや、立派な教育者だ。まあ、大国初子さんがこれを。はい子供だ子供だと思ってたらもうこんなもの。笑ってる場合じゃありませんよ、こんな何人もの男にこれはね、乙女の空想イメージです。は？詩を作るみたいにね、こういうものを書いてみたくなるんですよ。あの時以来あなたのことが忘れられなくなりました。私はクラブでいつもあなたの姿を見て心がドキドキしています。あなたには覚えありません？いえ、まるで。あ、じゃあどっかおかしいんですわ。え？初子さんは大丈夫、とってもいい子ですよ。そうですか。リスケさん。お、なんだお前。私が行かなきゃあの子のことわかんないの。何言ってんだ。またテレボのやらなんかやってた。え、早く。見てください、この子の足を。うちの子なんか足の骨にひびが入ってるかもしれないんですよ。明日大学病院へ行って精密検査をしますけど、もしものことがあったらただでは済まないことよ。お姉ちゃんから剣道を習ったと言ってますけど、あなたのことですか？はあ、呆れたもんですわ。子供にそんなこと教えて、野蛮人。ちょ、剣道を教えてどうして野蛮人なんですか。おい君、野蛮人じゃないですか、子供にこんな大怪我をさせて。これにはね、きっと訳があるんですよ。何もなしでこんなことすることじゃないわね、テルボ。そうだろ、あんた何も悪くないよね。この子たち悪いんだよね。まあ、なんてこと。ねえ、あなたたちいつもそうやってあの子をけしかけてるんじゃないの。そうでしょ。ちょっと待って、それは言いがかりだよ。だいたいね、大勢の子供と喧嘩するときはね、一人の方は武器持っていいことになってんだから。うわー、そんなことないよ。うるせえな、お前は黙ってろよ。俺たちも小さい頃はそうだったんだよ。じゃなかったら負けっちゃうじゃないか。だいたいね、子供の喧嘩で親が出るなんてのがね。ちょっと校長先生、はいはい、この人たちで話になりません。親を呼んでください、親を。そうよ。そうですな、まあ、こういう場合は親御さんが見えるのがこれは常識ですな。そうですとも。親が挨拶に来ないなんて暴力事件として訴えますからね。そうですよね、とも。ほら、さっさと歩け。しかし3人もいっぺんによくやったよ。お姉ちゃんなんかできないよ。バカ野郎、感心してる場合か。ここ座れ。大体な、お前が剣道なんか教えちゃいけねえんだよ。だってだから足は違うっつったろ。姉ちゃんだってやったじゃないか。あの場合は別だよ。僕だって別だよ。喧嘩してる場合かよ。じゃあどうするんだよ。どうするって私に聞かれたってさ。何言ってるんだよ。先生だってちゃんと書いてきたじゃないか。テルボーのことはコナミちゃんよろしく頼むって。そんな、あなただって先生の代行でしょうが。何言ってるんだよ。喧嘩してる場合かよ。早く部屋でおとなしくしてんのよ。早く行け。まったくこのクソ忙しいのに。ねえ、うん、どうするつもり。どうするって、だからそれはこれからね。考えたってどうせろくな知恵は出ないんだ。何？だからさ、母親を呼んできて、で謝りに行かせればいいのよ。それだやろ。ダメだ、そんな冗談じゃねえ。だって親に来いって言ってんのよ、向こうは。ダメなものはダメなんだよ。あんな女にね、母親の資格なんかねえんだよ。まったく、何を。おい、タバコ持ってるわけねえな。大体ね、先生を裏切って出てくるような、これ、あの電話どこ行った。まさか。
お母さんに言ってもらわなければ話がつきません。大国鶴尾の悪知恵か。え、うまいこと言って連れ戻そうたってそうはいかないよ。何バカなこと言ってるんですか。あんたなんか出るわけじゃないわよ。何、嘘だと思うならほっとけばいいでしょ。あの子は警察へ訴えられて少年鑑別所に送られて3人も大怪我させちゃったんですよ。分かった、私行きます。何うろうろしてんだよ。うるせえ。どうぞ。奥さん。ねえ、てるちゃんは2階にいるよ。どうぞ。余計なことしやがって。俺も行く。てるちゃん、お母さん迎えに来たわよ。ねえ開けて。ねえてるちゃん開けてよ。てるとし、母さんよ。開けて、お願いだから開けてちょうだい。ねえ母さんと一緒に謝りに行こうね。そうしないと大変なことになるのよ。テルトシ、テルトシ、お願いだから。テルトシ、いいわ。じゃあ母さん一人で謝りに行ってきます。その代わり校長先生からお許しが出るまでうちにじっとしてるのよ。いいわね。やめてくれ。テルトシ、僕にお母さんなんかいないんだ。だから謝りになんか行くな。テルトシ、余計なことしたら今度あの3人の頭ぶったたいてやる。テルトシ、帰れ帰れ。テルトシ、母さんにそんな口の利き方をするんじゃありません。さあ一緒に来なさい。やだ離せ。いいから来なさい。やだやだ。話しなさいよ。何するの。話してやりなさいよ。テルトシ、これで分かったでしょう。テルボはもうあなたの子供じゃない。何ですって。男を作って子供を捨てて逃げていくような女を誰が母親だなんて思いますか。今度はあなたがテルボに捨てられたんだ。自業自得ですね。そうでしょう。何ですって。あなたにまともな神経があるんだ。二度とこの家へ来れないはずだ。違いますか。ええ来ませんとも。奥さん、バカ野郎、余計なおせっかいばかりしやがって。だって、だってもあさってもあるか。おかげでな、テルはまた傷ついちまったじゃねえか。そうにね、本当の親にそんなこと言わなきゃなんないその子の気持ち、どんなだっただろうね。いけないいけない、お母ちゃんまたお腹空いちゃうよ。リスケさんに怒鳴られちゃったけどさ、私だって一番それがいいと思って裏面出ちゃったよ。でどうする気、その怪我させた方。それで困ってんじゃない。親が頭下げてこなきゃ許さないって言ってんだもん。つーちゃんいつ帰ってくるの。わかんないよ、あんな先生。鉄砲玉だもん。泣いた。打つ手なし。ねえ、コナミ、その子いくつだって言ってたっけ。小学校4年だから、10かな。そうね。何？ん？いやね、その子がお母ちゃんの子だったら、いくつの時産んだのかなと思ってさ。えっ？じゃあお母ちゃん、だってさ、それしか手がないじゃないか。化けようっていうの、てるちゃんの母親に。だってお母ちゃんだってまだ PTA ぐらいは。ずれっと。ねえ、花見、どう？これなんか。いいんじゃない。ちょっと地味かね、でもね。これにしようかな。これね、これもいいけど。ね、やっぱりこのぐらいかね。ねえ、どう？これね、お母ちゃんがコナミがお嫁に行くとき持ってかせようとして綺麗にして取っといたんだよ。派手派手派手。そうかね。
だって当の子だろ。ちょっとお母ちゃん、お母ちゃんさ、一体いくつに化けよってわけ。30。おかしいかい。おかしくないよ。おかしくないだよね。やっぱりこれがいいよね。はいはい、あの、わかりました。あ、しかしですね、校長先生。はい、わかりました。たく、もうヒステリーどもが。なんだって。 PTA で揉めてるらしいよ。いや、だからさ、兄貴、いくらか金を包んでね、早く謝りに行ってもらえよ。バカ野郎、それができねえから苦労してるんだろう。向こうはな、本当の親が出てこないから許さないってそう言ってるんだよ。何も知らないと、お前余計なこと口出しすんだ、バカ野郎。どうしたんだ、あのおてんぼ娘は。いや、もうさっきね、もうこの忙しいのにすぐどっか行っちゃうんだから。来た、ピーティー。あ、本当にこの度はどうも申し訳ございません。うちのガキが、いや、あのお坊ちゃまが大変不始末をしてがきまして。そうですってね。はい、あの、私でなんとか役に立ちますか。とんでございません、役に立ちます。化けられますかね。化け、化け。お母ちゃん、ね、こんなでいいかな。あ、お母ちゃん。うん、そうだよ、うちのお母ちゃん。本当のお母ちゃん。そうだよ。ほら、ペルちゃんのお母さんに化けてもらおうと思って。ああ、さすがコナミちゃん。なるほどなるほど。ね、あの子は。あ、まだ2階にこもってるよ。どうも、はじめまして。日本はまだまだ寒いな。先生、おかえりたかい。みんな揃っとるな。はい。タカちゃん来てたの。今度の旅は楽しかった。ようございます。トンボの大収穫。そうですか。まったく、鶴ちゃんって本当に極楽トンボね。そうそう、トンボ見る。見たいか。いい、よし、今見せてやるからな。ちょっとこれ持ってろ。はいはい。トンボだらけ。待てよ、これは。ああ、これはダメだ。ああ、テルトシ。おい、テルボ。おい、はい、え、お父さん。テルボ、お前何をしたんだ。僕悪くない。悪いのはあいつらだ。よしよし、そうか。ほらな、お前が悪いことなんかするわけはない。でもね、ケアさせたりしちゃいかん。だから父さんと一緒に謝りに行こう。ね。いやだ、悪くないんだから謝りになんか行かない。俺。よし、それじゃお前行かなくてもいい。父さんに任せろな。おい、リスケ。はい。あの、相手は3人だったな。はい。だったらね、1人頭50万として150万包みなさい。1人当たり50万ってそんなお金ありませんよ。なかったらどっかで工面をして。ほら、何ぼやぼやしてんだ。早くしよう。はい。で、包みは3つだよ。3つですか。いいね。うん。大体まあこういうことはね、金で収まるもんなんだ。ちょっとあの、お言葉ですけど。あ？そりゃ見舞いは必要かもしれないけど、50万ずつ包めばいいって問題じゃないでしょう。あ？はあ、じゃないですよ。大体子供ほったらかして、トンボ取りなんか言ってるからこんなことになるんですよ。え？先生。てるちゃんがね、嘘ついたり喧嘩したりするのは先生あなたの責任ですよ。少しは反省したらどうですか。反省を。反省するの。そうですよ。おい、タカちゃん、あんたの娘はあれだね、なかなか言いづらいことをズバズバ言うね。そりゃ私の仕込みですもの。コナミ、いい機会だからね、もっとどんどん言ってやり。なんだよ、親子していじめるのか俺を。先生、お客さんですよ。客、私にか。え、あの、吉田さんっていう方ですが。吉田、知らん。吉田健一のおばあさんだって言ってました。あ、健ちゃんのおばあちゃん。ん？ただいま参ります。あ、来ました来ました。健ちゃん、てるちゃん。あ、旦那様でございますか。はい。私、健一の祖母でございます。この度はまあ、うちの健一のためにお宅の坊ちゃんが飛んだことに。まあまあ、どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。それはどういう。あら、じゃあまだ何にも。うん。さようでございますか。恥をお話ししなければなりませんが、実はあの、この孫は父親に蒸発され、母親にも捨てられたのでございます。悪いと思うんだね、こういうことは。はい、それでね、親なし子、親なし子ってみんなにいじめられておりまして、でそれを見かねてお宅の坊ちゃんがやっつけたってわけ。はい、そうか。やるじゃない、テルボ。テルトシ、
さすがわしの息子だ。そうか、どんどんやれ、もっとやれ。鶴ちゃん。あ、そうね。私は反省しなきゃいかんのだな。でもな、おい、ゆすけ。はい。あの、30万、10万、5万で、5万で。あ、5万ならなんとかなります。あ、もう十分だ、それで。はい、いえいえ、それももうよろしいんです。え？訳をお話しいたしましたら、先方の奥さん方もよくわかって、水に流すとおっしゃってくださいましたから。そうですか。そうですか、それはよかった。君は親なしっ子っていじめらしたのか。うん、かかわいそうにな。おい、リスケ。あ、なんでございました。今日からね、はい、この子をうちの子にしよう。おばあさんも一緒に。え、いや、そんな先生ったらまた決めた。二代目三代目のチンチンチンがどんどん増えて、うち中チンチンだらけになった。兄貴の目か俺の目か分かんなくなったりしてな。もう犬は触れんだよ、やめろよ。そこで一緒に。それ兄貴は犬嫌いもいいところだもの。やっぱり学校サボったんだろう。先生心配して電話かけてきたよ。いいよ、怒られたって。隣のバカ、リスケのおバカ。玉ねぎ剥いたらご期待ください。